でも、もうなんかいい意味でも悪い意味でも注目されちゃうから。うん、でもよく頑張ったと思う、本当に。でも私は前から知ってた分、なんかみんなはさ、あと3週間って急に言われたわけじゃん。だからみんなもさ、りさ子と一緒にいたいから、なんかみんなと楽しく過ごしてください。私はもう もういいです、本当に。吉熊さん、ハートありがとう。そう、まあでも頑張りますので。もうなんかもうりさ子はね、なんか毎月会いに来てくれるらしいので 本当か知らんですけど、こんばんは、はじめまして。大地さん、ハートありがとう。そう、毎月会いに来てくれるってまあらしいので、本当かどうか置いといて 水色男子さん、ハートありがとう。なので、まあまあまあって感じです。いちごもずるい？何が？まあね、まあでも清水梨紗子の生存確認は私に任せてください だから安心してねって感じでーす。やばい、もうこういう、こう、親身しないで、さっきもあんなテンション高かったくて、急にそういうのやめてもらえるみたいな感じで、ね、充電がなくなりそうなんですよ、そして。じゃあちょっともう、ちょうどいいので、ハイテンションとか歌ってあげてこう。悲しくなっちゃうから。もう悲しくなっちゃうから、もう。僕にもね、あるんだよ、ちゃんと。安心して。かなと、えちゃんさん、誰もありがとう。あ、間違えた。こうやって、あ、これ。一旦これでテンション上げてこう。つけないで声を出せ、リズムにならなきゃ始まらない。この感じで最後から無理してて、騒いで盛り上がって、祭りが終わるまで、もうたった一度の人生。踊れ、全員ショ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 テンションマックス、ヒカパパパパパヒカしてゆこう。間違い英語関係ね、その緊張も上げ上げで、テンションショ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 テンションマックス、グーショ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 グーショで大丈夫。体が揺れてくるだろう、ミサイルが飛んでて、愛が終わっての最後の一瞬もハッピーエンド。コンさん、ハート。吉熊さん、ペンライトありがとう。ハートもありがとう。もうこれでもみんなテンション上げて、本当に ねえ、リサ子はね、僕海がめっちゃ好きらしいの。だから僕海でも歌おうかな、ちょうどあれだし。歌えるかどうか置いといて。ちょ、なんかここに置いていい？サムネコさん、虹色のペンライトありがとう。あ、マイクがない。あれ。に、やべ、あ、ぐぐ、もう本当にちゃんとして。一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない。冬の浜でも僕は寂しくなかった。街の中にどんな誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。僕
気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そうなる世界に打ち明けられればいいけど、なぜだろう、恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きる息苦しいね。知らぬ間に無理してるんだ。どこかで予定伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう僕だけが知っている一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっとしゃべる僕の友達よ。クマさんハートとペンライト、コンさんハートありがとう、シャムネコさんカラフルなペンライトとハートありがとう、ヨシクマさんレインボースターありがとう、静岡の天パのケイタケさんハートありがとう、音符もイケピスさん音符ありがとう、キミゾラさん落花生ありがとう、てテツコノさんハートありがとう。ね、泣けるよね。こんばんは。デビさんハートありがとう。そう、ヨシクマさんクマありがとう。クマやけクマをくれるんか。クマありがとう、こんばんは。ね、こう、わかんない、なに脱ぎ合わせたみたいな。 Thank you What is me? こんばんは。そうなの、買い付きでありがとう。普通にオンチピーポーなんですけど、こんばんは、こんばんは。そうで
夢はガラスの中で僕はこの海を眺めてる。一人ごとで語るくらいなら、一人ごとで語るくらいならもうね、リサ子が好きな曲なんだよ。ペダルでしょ、あなたは今日で三期推し、ほら三期生みたいな曲を生み出します。これはファーストラビットもいいよね。最初のウサギになろう、やっほー。言うてるやつと悲しわれも言うまでもないですから感じですね。たちまこさんハートありがとう。そうで今日はねリクエストもやろうと思ってたから、かっこいい部門とかわいい部門はねでちょっと考えついてるので発表しようかな。ちゃんこさんハートありがとう。レビさんさシャトルありがとう、スペースシャトルありがとう。ちょっと充電するね。やべもう1時間36分経ってる。なんか今日はなんで3時間続きにしたかというと、なんかもう30のやつとかもないし、あれだったんですよ、あれかなと思って。コナンさんスペースシャトル、ゼロさん落花生ありがとう。あ危ない。なんかその続けてやってた方がなんか前の方に出るからいいかなって思って今日はそうしてます。コナンさんハートぴょんぴょん、ハートありがとう。でもなんかちょっと長いかなって思ったりもしてるので、そう星集めがないから難しいんですよ。ちょっと長いかなって思って、もしなんか絶妙になったら夜になんか 10分だけとか撮っとこうかなとか思っちゃったりもしてる。どうしようか。ご飯は終わってから食べそうだよ。でもサラダチキン食べたんですよ、食べる前、始める前に。でもチーズもね食べようと思ってね、モッツァレラチーズをね机の上に持ってきたんですよ。マー君さん落花生ありがとう。はい、見てモッツァレラ、モッツァレラチーズ、いや、あ見えますかね、これがモッツァレラチーズです。そうチーズ好きなんですよ。ちょっとね今日のねリクエスターさんはこの2つしかできてませんので、この2つを発表します。そうなんよね、最後に夜に10時11時とかやってもいいかなと思う。でもなんかそう日程をね組むときになんか今まで配信しててどの時間が一番人が多いかとか考えると、なんかでも結構7時とか6時7時8時らへんがちょっと多いなって思って、結構それを増やしたかったんですけど、でもどうかなって思って。でもどうですかね、どうなんですかね。でもさ私はいつも夜配信してるけ、いつもさ見てくれる人は夜しか来れない人もいるかなって思って、そうだからねちょっと10時か11時台のやつもちょっと増やそうかなって思ってる。メールで送ったのはねちょっとかい、でも明日はメールで送った通りの予定で行きます。こんばんは、こんばんは、やっほー。メールで送った通りの予定で行きます。プロフィールのところにも書いてる通りで明日は行く。だから明日は朝7時に配信を始めるんですよ。私はやばい、起きれますかね本当に。いや起きますという感じで、じゃあかっこいい部門発表。でもこれリクエストアワーって言ってるんですけど順位とかちょっとあんまつけてなくて、とりあえず北沢が好きなやつをやってます。マッツンさん落花生ありがとう。そう明日お話し会なのでね、ちょっとあれはもう変えられんのんですよ。なので明日の配信は予定通り進めさせていただきます。今日はねちょっとその時間で行こうかなって思ってます。毎日早起きしなきゃいけないんですよ。徹子のさんハートありがとう。明日はでもお昼と3時らへんはできて、でもその本当にしたい時間帯はまあちょっとお話し会があるのでね。なおさんハートありがとう。お話し会がありますからあるのでねちょっとできないので、プロフィールの通りで、あそうだよこれをさ私変えたかったんで、これどうやって変えるんだっけ、あこれ固定のなんかさやつ、これどうやって変えるんだっけ、ちょっともう分かんなくなっちゃった。恵方巻き食べてない、買ってもないんだわ、なんか高かった。恵方巻きを連成しようかな、それか今から。そうであとね、もし今見てる人で押し始めキャンペーンのやつでね、名前を読んだらいいんか、押し始めキャンペーンのお礼が書き終わってる人がまあさっき見せた人も含めて読むと、バリーさん、マッツンさん、ズーデスさん、リンゴさん、リキーヌさん、
あ飛ばしちゃった。上門ズタボロのマニアッチさんかな、この方々はちょっととりあえず書き終えてるので、まだ知ってもらっまだですけどみたいな人いたら言ってください。明日じゃあ急突然始まるリクエスター開催します。かっこいい部門から発表していこうかな。なんかさ、本当にさ、ちょっとどうなのって思いますよね。でもこれなんかもうさ、2曲ずつでいいじゃん、難しいわ。じゃーんじゃんじゃん、見ないで。じゃーん、 2 years later 考える人。2 years later はキッチンドアを押し開いてが好きすぎて、いや2曲じゃない、これびっしり書いてあるんですよ。そう、 2 years later、 そして考える人。 2 years later はもうキッチンドアを押し開いてが好きすぎるっていうだけの理由です。考える人はもうこれはもう本当に趣味が入ってるなって思いますよね。本当に考える人はもう本当に愛してるよって感じ。考える人大好きって感じなので、考える人入れます。考える人ね、かっこいいよね。ここ考える人のポーズめっちゃ好きなんですよ。あれ考える人と2 years later、 次がチラ見えした、やめて。じゃん、次の2曲、1994の雷鳴、ノーウェーマン。うわ、これ趣味が出ちゃってますよね。1994の雷鳴なんかもうかっこいいに決まってるじゃないですか。普通に本当に大好きだし、ノーウェーマンはねもう本当にいいよ。ノーウェーマンなんてもう最強格ですから。ノーウェーマンなんてもう本当にかっこよくてバキバキで、もう本当に大好きですよっていう感じですね。ちょっとなんかめっちゃ髪がなんか刺さってくるんですけど、なんでですか。痛いよ普通に。あこんばんは、こんばんは。うん、いや、リュウツンさんにもらった、鏡で見てた。クミトロさんハートありがとう。うん、最近リュウツンさんがタンプレでくれたやつ使ってるんで。順位ないよ、順位つけようと思ったけどちょっとつけられなかった、普通に考えて。こんばんは、こんばんは。そう、ノーエナーだね。そう、確かにミッチュさんのあのやつもあったし、かっこいいので選びました。でもめっちゃいっぱいあるよね普通に。じゃーん、でここで自然淘汰主義 ST のね、あこれは火曜日の夜、水曜日の朝、ちょっとなんかどういうなんかめっちゃ2行になっちゃったよね。そう、自然淘汰主義はもう本当に私自然淘汰主義大好きなんですよ。もう清水梨紗子に絶対に踊らせるまで、もうあと3週間で絶対踊らせてやるって心に誓ってます、自然淘汰主義を。自然淘汰主義がもう本当に好きなんです。こんばんは、こんばんは。そうなので自然淘汰主義もなんとこちらにランクインです。おめでとうございます。ちょっと誰、普通に自然淘汰主義で、火曜日の夜、水曜日の朝はスキーさん、スキーさんですよね、スキーさんですよね。ですよね。やばい、めっちゃ目に刺さってくるから普通に考えて、もう痛い、痛いよこれさ。まつげが刺さっとるんか、めっちゃなんかめっちゃ刺さってくるんですけど。グロ映像みたいなの流してしまいました、申し訳ないです。で自然淘汰主義、火曜日の夜、水曜日の朝。じゃーん、僕たちは戦わない、僕たちは戦わないもなんかもうバキバキ系じゃないですか、ダンスがもう本当にかっこよくてもう本当に大好きって感じですね。でうーん、ちょっと早いな。プライオリティ、生きること、プライオリティはもう私はプライオリティをやるまでやめないって宣言してるレベルで大好きなんですけど。うん、NMB48 さんのプライオリティ、木下桃花さんのソロ曲、もう絶対これをやるまでは私は本当にもう絶対にやめないって決めてるぐらいにはもう本当に
あのプライオリティは絶対にもうやりたい曲で、生きることはもうなんかすごいもういいよね本当に、とにかく生きることが好きです。かっこいいっていうかなんかバラード系だけど好きですで、だらしない愛し方、ジュークローネとパン、じゃーん。だらしない愛し方ってさ、スタジオさんでやられとったよね、なんか見たんよ、え、やってますやんって思って。そう、だらしない愛し方のあのセリフが大好き、私なんかセリフを大好きなので、セリフ系の曲が本当に好きで、もう絶対やる。だらしない愛し方のセリフはなんだっけ、昨日見た夢の続き、違う違う、なんだっけ逆にプライオリティを回避するよ一生アイドル、確かに確かに、その説は非常にある。ジュックローネとパンやりたいよ。はーいはーいはーい、そう、ジュックレン、ジュックローネとパン、だらしない愛し方、だらしない愛し方ってセリフ、どんなんだったっけ、うわ思い出せない、ちょっとカラオケで流してみよう。フォローしました、ありがとう。ちょっと聞いてみる、歌詞が出るけえさ、ちょ聞いてみていい、プライオリティのダン、あのサポートメンバーみたいな、それはなちょっと気まずいよね。だらしない愛し方そもそもあるんかね、ちょっとセリフが見たいんだけど、なんだけど、だらしない愛し方で、あれは、死んで終わった。あある昨日言った言葉を今日覚えてるとは限らない、一度別れてたとことのキスは昨日抜けた、こうちょダメだ。こんばんは、ジョンドーさん、落花生ありがとう、 Thank you。 だらしない愛し方のセリフが本当に大好きっていう話、事故る、ほんまに事故るから、落ち着いて自分事故るから、もう事故りたくないからほんまにさ、なんでこんなにさ事故りそうにならんといけんのんかね、多分この今配信してるショールームの中で一番事故りやすいけ、あぶね、神回避だわで、もうこれ出てるのでいいや、強き者よ、 SKE さんの強き者よ、あのファーストシングル、強き者よ真の勇者よです。もうかっこいいよね、本当にかっこよくて好きです。事故やだもん、事故りたくないですから、こっちはわざと事故ってるんじゃないんですから強き者よ、であと僕以外の誰か、 NMB さんの僕以外の誰かと、あと臭いものだらけ、いや本当はもっといっぱいあるんですよ、だからここにね、収まりきれてる分だけ書いたんですよ、わかりますか、臭いもの蓋してた愛が腐りかけてるに置いた、強き者よ大好きなんだよね、強き者よ真の勇者よ、めっちゃ大好き、もう大好きな曲です、わざとくしんと、いやそりゃそうなんですよ、わざとじゃないんですからね僕以外誰かも本当にかっこよくて大好き、僕以外の誰かとプライオリティセットでやりたいみたいな感じ、事故はバズる、もうやだバズらないそんなことでって感じですね、かっこいい部門は、なんかちょっともっと考えられたのかなって思うんですけど、これかっこいい部門感じです。可愛い部門、いや可愛い部門可愛すぎるから発表したい、早く
発表させて、普通に考えて発表させて、可愛いから、本当に可愛いんだからね。もうさ、隠す意味ある？あるか。いや、行くぞ。確かに。アクステードで1億人バズりたく、いや、それバズりたくないです、そうなので。じゃーん。今ハッピー。今ハッピー。です。今ハッピーはね、ちょっともう、私の趣味が入っちゃってるんじゃないのって思いますよね。私もそう思います。今ハッピー。妄想ガールフレンド NMB さんの、まあ、それは帰りに決まってますよって感じですよね。怖っ。あ、違うね、その中から投票、確かにね。看板は、看板はで、あ、呼び捨てファンタジー、君だけにチューチューチュー、なんかこっちの方がいいか。呼び捨てファンタジー大好きなんですよ本当に。呼び捨てにしてほしいのがもう大好きなんですよっていう感じです。君だけにチュチュチュはもう言うまでもないですし、もう本当にお持ちの趣味が入って本当に申し訳ございません。君だけにチュチュチュです。ハローありがとう。じゃーん、次次、オネストマン。もうなんかさ、ちょ、趣味出てるよね結構。オネストマン、キャンディー、キャンディー可愛いよね。オネストマンも大好き。オネストマンとかなんかその B チーム B さん系の曲が本当に愛してる。それもネズミなんよ。テントウムチ大好き。そうで STU48 からもねランクインしてます。声はケビオ中、声はケビオ中、可愛いよね。クシュンクシュンクシュン、オネストマンね大好きなの。びっくりした。そう、声はケビオ中。逆転王子様、逆転王子様はね、あのさっきのね、瀬戸里に入れるかマジで迷ったぐらい本当に愛してて大好きなんですよ私は。結構マニアック。そうそうかね、逆転王子様可愛いよね、逆転王子様。んで最強ツインテール、天使の尻尾、いや最強やん本当に。最強ツインテールなんてもう可愛いに決まってますから、普通に考えて。可愛すぎる最強ツインテールって感じで、天使の尻尾とかももうほんまに言うまでもないですよって感じ。もうこれ言うまでもないことばっか書いてあって本当にごめんなさい。で生意気リップス、ヘタピンク。マイキリップスはもうほんまに私ナコミックさん、ナコさん推しをねやってたんですよ小学生ぐらいの時に。私おもろくて、小学生の私が中学生のナコさんとか推してるの意味わからなくておもろいよね。最強ツインテール、いちごセンター、はにゃ、天使の尻尾の風船。そうで、あ、賛成かわいい、 SK48 さんの賛成、かわいい、かわいいよね本当に、本当に賛成、私は本当に賛成って感じで、賛成かわいい大好き。ジコルジコルジコル、ほんまにほんまにほんまにジコル、ほんまにジコル、ほんまにジコル、怖い、落ち着いて、落ち着いてくれますか。え、もうほんまにジコル、ほんまにジコルから、もうジコりたくないから。そう賛成かわいい、ヘタピンク、ウィンクは3回、片思いの入り口、片思いの入り口いいですよね。ウィルさんハートありがとう。 STU は恋は奇妙中と片思いの入り口入れました。こんばんは、こんばんは、どうですか。じゃーん、ウィルさんハートありがとう。これが北沢が選ぶ可愛い部門です。カワー、めっちゃもう本当に可愛い曲だけ集めた。でもワルキーとかも入れたい本当は。でもこの紙 いっぱいでダメだった。イリさんハート、ありハートじゃない、音符ありがとう。これですね、北沢のリクアワ可愛い部門。可愛い部門はこちら。なんか結構ね、いろんな48のねグループを入れたかったんですけど、いかがでしょうか。いや、なんかAKB が多いけど、 STU も声はケビウチ、片胸入り口だし、 SKE さんは賛成かわ入れて、生意気リップス、
リンクは3回ら辺は HKT さんだし、妄想ガールフレンド NMB さんだしみたいな感じです。そう、可愛いのてんこ盛り、これをやっとけば可愛いっていう曲をとりあえず書いてみたよって感じ。これをねやっとけばいいんですよ。可愛い曲に迷っ、なんかあの運営さんでなんか可愛い曲何やろうっていう運営の方がいたらこれを参考にしてください。もういつでも相談してください。もう私が全部選ぶの、選びますから普通に。なのでいつでも聞いてください普通に。青春時計？チクタクですか？納得の選曲だしょ、出すだしょ。ちょっとね間に合わなかったんです。本当はもういっぱいメモしてたんですよ。本当なんです。見ますか、メモしたの見れるかな。こんばんは、こんばんは。あ、うるさいよって感じで、ほんと静かにしてねって。ダメだ、見せようと思ったけど見せられなかったです。普通に考えて見せ、なんか見せた、なんかログアウトさせられちゃった。トゥトゥトゥルトゥルストゥ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 、君はメロディン、メロディン。ね、見せたかったのにもうなんかないわ、ないです。普通になんかログアウトされました。ピエン、やばい、もう2時間経ってる。やるやん、来たさ、どんだけ喋れない、ほんまに。いつまでも喋るじゃん自分。 X 見た、お、ありがとう。え、なんで見れんかったの。あ、なんかついてた、これかわいい。どれどれがかわいいの、どれどれがかわいいの、これ、これの話、これの話、あ、髪の毛の話。ほんまに落ち着きを持って、自分もう怖いから、もういい加減にしてください。あっちさん、レインボースターとくまありがとう。よしくまさん、ハートありがとう。もうほんまに怖い、もう無理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 、本当に無理、本当に無理だからね。あ、え、え、え、オッケー。え、でも絶対事故るよ。え、ほんまに絶対事故る自信がある。ほんまに怖いかも。これ充電器も刺してるからかね、なんか絡まっとるんかね、怖いんだけど。え、もう怖い怖い、ちょっと戻したらいい。もう本当に絶対に事故る自信がある。事故事故しちゃいますよ。なんかでもさ、紙ゴムをさ、この前清水梨紗子に、この間昨日か貸したからないんだけど、普通にどっか行っちゃった。返してよ。見かけてもね、いいかね。なんかここがね、そう、あのレイヤー入れてもらったっけ。見かけてもいいんですよ、こう見えてこの髪型。こんばんは、こんばんは、やっほん。やばい、もう発表終わっちゃった、どうしよう。あとさ、あとさ1時間もあるよ。あの、どうしたらいいの。ちょっとミスってますね。ジョージセットあるよ、普通にここに。安心してよ、つけとく。こんばんは、こんばんは、やっほー。え、なんかやばいんだけど、普通に何歳かなみたいな。こんばんは、こんばんは。でも、もうやることがさなくなってしまった、どうしようかね。みんなどうしたらいいと思う。夜に回すとか、うん、でも夜に回すか。え、どうしたらいいんですかね。豆まきしとく、どうしよう。鬼でもつける、これさ、どうやってつけるんだが、いや、こうか、え、こう、え、嫌な音、嫌な音、嫌な音。え、こうか、ほんまに大丈夫か、もう怖いから自分、も
もう絶対事故るし、もう本当に怖い。この鬼はどうやってさつけるべきなんだかわからないんだかよ。だかよ。あ、こうこうかな。なんかちょっと映んないよね。ああもう。ないないない。よしくまさんハートありがとう。これでいいんか。みユーザーさん、アンプありがとう。今日漏れてる。え、今日さメイク濃くねとか思ってたりする。フェンライトありがとう。なんかさ前髪がおかしいことになるんだけど。こんばんは高松愛知園さん、バラありがとう。やっほー、女王の風格これで鬼だし普通に。ああいいんじゃない、ほらどうよ。こうしたら、あでも事故りそう、怖いからもう。うるさいね、ごめん。こんばんは、こんばんは。姫カット、うん、まあまあ姫カットとも言うかもしれない。でもレイヤー入れてくださいって言ったらこうなりました。こういう方がすごい。そうですか。昨日ツインテールの日だったか、あの2個同時に達成していく、節分とあのツインテールの日、どちらもどちらも達成していく人間って感じ。ほんまに大丈夫？何泊見える、やった。お前も配信越しやとさちょっとあれが映るのがさ違うけえね。そうだね、知ってますよ。悲しいですから。かんばんは、かんばんは。え、でもさなんか豆をさ自分の年の数だけ食べるみたいなやつあるじゃないですか。合ってるよね。スノーリーさんおりますと、ありがとう。福アウチュン、ありがとう。あるんですよ豆、買ってきたんですよちゃんと。私はもうね、絶対今日は節分だよって言われるだ、言われるだろうなって思って。美味しいんかね。え、カロリー高い、みんな豆ってカロリー高いんや。まあそれそうか。キューチーさん落下さありがとう。豆ありがとう。豆ってよ今度から。お酢の数だけ食べる。え、もう足りないよ、どうしたらいいの。年の数でしょ、もうツッコミ待ち。お酢の数だったらこれ足りんから、ほんとに。吉川さんハートありがとう。ああ、ただ食べるだけでいい、なんか食べるだけでいいのこれは。足りないんだけど、推しの数。いやもうこれ足りんけ、どうしたらいい。煩悩の数足りるかな。足りんかもしれんな、どうしようかしら。食べるかじゃあ。え、なんか願い事とかするん、しないんかな。1個目。地味すぎる。ヒロさんハートありがとう。食べます。うん、でもなんか味はしないけど豆です、これは。これは豆です、豆って書いてありますもんね。うん、めっちゃ豆の味がする。めっちゃちっちゃい1粒が19粒なんて楽勝。やっほん。数え年ってどういうことなの ?20 ってこと ?19 ってこと、どういうこと。味付けする。あ、え、さっき塩使ったんよ、たまたま塩があるんですよ。でもさ、これ塩かけた、あ、チーズあるよ。アレンジレシピ、あ、20なんだ。オッケーオッケー。めっちゃ豆の味がする、うん、豆って感じ。2個目。うん、何個目。ミケッペさんもめありがとうね。見たよ今、3個食べた、4個食べた、何個食べた、3個か。記憶力終わってるわ。4個目。うん、5個目。
え、楽勝なんだけど。6個目7個目うん、吉熊さんラブレターかな、ありがとう。本当に年がバレてしまう。いや、もうバレてるも何も公開してるよ。8個目うん9個目うんうんうん10個目10個目12個目ね、楽勝じゃない。13個目14個目いろんな方法を駆使して食べるところ見せないですね。15個目でも何個目って言ったもん、もがほんまくなっちゃったから。何個って言った、今何個って言ったか覚えてる人いますか。10秒に1粒のお豆、あ、もう永遠です。それは普通に考えて、そしたらさ、豆ありがとう。え、もう今何個って言ったかもう分かんなくなっちゃった。普通に 15?9 さん豆ありがとう。15って言った今、何て言った自分。14、あ、次が15じゃ、次が15。え、もう分かんなくなったから。ぴょんぴょんハートありがとう。9さんハートありがとう。え、確かに何問、今何問みたいなやつあるよね。え、もう今何粒食べたの自分。 14? 次が 15? いちご?で、次いちごってことで15 16 17。うん、なんか増えちゃった。え、なんて言った今。17って言った。なんて言った、なんて言った、なんて言った今。え、17って言ったよね。18 19。うん、食べました。19個食べた。でも本当にやばい、もう記憶力が終わってた今のは。みんなに豆まいてあげようか。面白い女ありがとう。面白い女目指してるんですよ。この3粒だけみんなにまいてあげるね。え、怖い。でもどこに行っちゃうか分かんない。うん、あ、そっか、20食べないといけんのか。20、じゃあ2粒だけみんなに豆を投げてあげるね。いくよ、よし。嬉しい、嬉しいとかいう感じあるんかな。リアルにあんとかじゃないからの方だからとかじゃなくての方だから。鬼は外ということで、服は内ということで。目えぐれる。うん、うん、めっちゃ余った。じゃあ私が今から調理していきますから。あかりさん違うよ、嬉しいんだ。よかったです。こんばんごってぃごってぃ。どんだけ力強いん。それチーズがあるんですよ、ここに。ここにね、モッツァレラチーズがある。モッツァレラチーズがあるんですよ。モッツァレラチーズゲームでもするっていう感じで、モッツァレラチーズがあるんですよ。なんとちょうどね、いいところにモッツァレラチーズがあるので、モッツァレラチーズと豆は相性がいいのか検証していきたいと思います。まあ、こんばんは。どういう勢い、こういったらいいんかね。どうやって食べたらいいん。こっちが来たよね、ごめんね。どういったらいいのこれ。いきます。
うん、なんかチーズの味しかしません。チーズの味しかしないですね。うん、こんばんは、こんばんは。じゃあ塩をかけます。でも絶対塩分過多で死んじゃったりとかしたらもう本当に悲しいからやめよう。チーズもぶつける。チーズぶつけてくんのちょっと凶暴にも程がある。Q さん、またありがとう。よしくまさん、ファイト、ありがとう。うん、なんか何も変わらんかったです。うん、普通に何も変わらない味わいでした。豆ってむずいね。なんかアレンジ法とかないわ。豆に、豆は豆のまま食べましょう。お腹空いとったっけ。ちょうどよかったわ。大変よさん、レインボースターありがとう。コーラ味せんのよ本当に。いやするんだけど豆の味しかせん。当て前のこと言ってるけど、モンスターしかないんですよ私は今。私が持っているのようなこちらのみ、モンスター。うん、うん、取れた。うん、クヤコになるんか。砂糖、じゃあ砂糖と食べたらさいいってこと。どういうことなの。髪の毛ももうボサボサでほんまに困りますわ。言ってもうほんまにちょっと、めっちゃ甘いやつ。え、きな粉が。きな粉はでも砂糖混ぜんとね、ちょっとやっぱ砂糖混ぜてからが始まりだから。すべてのその中から夜眠れなく、いやそういうわけじゃないんですよ。今日は逆に寝てなかったけ。あ、寝たしたんですけど、あんま寝とらんったけ。ピンモンストローで飲んで必須る。もうそれはもうちょっとなんか怒涛横さんとかに言いそうですね。こんばんは、こんばんは。片思いの入り口なんとかの話。もう何、星だから。あれね、どこに行った。私のリクはあった。やばい、もうさちょっとさほんまに気まずいんだけどさ、うん、話すことないよ。もうみんなどうしたらいいの。モンスターが甘い、確かに。え、確かにモンスターがほぼ砂糖みたいなとこあるから、確かにそれはあるかもしれない。それはあるかもしれない、かなり。あ、もう前髪がもう刺さってきても、ほんまにやめてください。モンスターの話いいよ。モンスターはピンクしか勝たんです。本当にピンクが優勝候補って感じ。リップの色かわいい。リップの色は07番、ジュジュベです。ガン決まりですから。リクアワに順位つけたくないから。この間5時間半やった。いや確かにこの間5時間半も配信してたくせに、お前は何を言っちゃってるんだいって思うよね。わかるわかる。おでこ出さない、おでこ出さないですから。え、ハブさん見たんよ。アーミカさんとハブちゃんさんがさ共演してんの見たんよ。うんって思って、激アツ展開って思って見てたうん、なんか今思ってることとしては、この今8時までやる予定じゃないですか。それを7時半までにして30分をなんていうの、その夜に回すっていう考えはいかがでしょうか。吉熊さんハートありがとう。そう、私がまじ共演したようなもんですね、どっちも。え、そう、アンミカさんとハブさん。でも あの2人はねちょっと仲良さげなんです。多分珍しいよね。珍しくはないか。ね、髪の毛結びたくなってきた、めっちゃ。そう、なんかそれを今日やった、今日発表したこの公演とかのやつを X に載せてなんだっけ、載せて「やりもするよ」って言って
終わろうかしらみたいな。どうですか、あの二人、なっちゃんしか来ません、あるよ、なんかめっちゃ元気みたいな。デイリーハンまでにして、いやでも8時、9時とかどうですか。髪後ろで結ぶの良いわね。いやね、結びたいんやけどさ、髪ゴムがさ盗まれちゃう、まあ、まあ、貸したらな、どっか行っちゃった。こんばんは、こんばんは、どうよ、こんばんは。え、ね、紙ゴムさ探し選手権も開催したんだけどね、どこ行っちゃったの私の紙ゴムって感じで。盗まれたかもしれない、でもちっちゃい紙ゴムならあるんよ、ここにね。仮パクってか、でも昨日貸しちゃったから、ちっちゃいので結べるかな、ちょっとやってみようかな、待ってね。こんばんは、こんばんは。なんかさ、あ、いけるですよ。はい。あ、これで、あ、え？え？あ、ちょ、前髪が。え？どうですか？え？学生メンバー、ごめん、学生じゃなくて気まずいとか言えない。え？なんか。なんかちょうどこれがなんかアクセサリーみたいになっていいのでは。アクセサリーなのではこちら。後ろ見せて、これ生えてる気見せられないよな。やっほー、え、なんかよくない、なんかさアクセサリーじゃない、割と割かし今日なら許されるんじゃない、今日ならこれでも許される説浮上。 Q さんレインボースターありがとう。今日節分ですからね、まあ、今日節分だけどね、まあ本命は、まあ、日野さんの誕生日なんでよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、吉熊さんレインボースターありがとう。本命は今日は、まあ、日野さんの誕生日っていうのがやっぱ、え、そう、まあ、日野さん今日お誕生日だからさ、なんかツイートポストしたいけどさ、なんかなんてポストしていいか分かんなくて、みんなちょっと助けて、どうしたらいいと思ういつでも世界一可愛いよ、ありがとうこんばんは、こんばんは。でも今日は節分やけさ、1億人にバズるはね、節分にしようかと思ってる。で明日はそのいちごのケーキを載せたくて。ゆーてぃさん豆ありがとう。皆さん愛してますって書いて、いやなんかキモいから、ほんまにほんまにおかしいから、いや好きだけど、いや今日さ、ちょ聞いてや、今日さレッスンさんがあったんですけど、なんかひーちゃんとくるさんと近くに寄って、あのひーちゃんとくるさんと私が近くに寄ったよ。でしたらなんかひーちゃんが今日、まあ、ひなさんの誕生日だねみたいな言い出して、あ、まだ別に誕生日じゃん、誕生日だねみたいな、おめでたいねみたいな。そしたらずしりとなんかつけたんだけど、そしたらなんかひーちゃんがなんかもういつもまひなさんまひなさん言ってるじゃんみたいなことをね言い出したんですよ、くるさんの前で。もう何そんなこと言うのって言ってそう、え、でもさそんなこと言ってさ、ひーちゃんもさなんかさサイヤンさんとか言ってるじゃんって言って、そしたらさひーちゃんもさ、え、でもくるさんもサイヤンさんって言ってるじゃんみたいな、なんかもう戦いが生まれたそう、もう本当にいい加減にしてくれますか。銀歯あるんですね。ないですよ。誰が銀歯に見えたの？銀歯ないよ。銀歯ないよ。あの見知ってたクルさんの目、これでしょ。なんか鋭い目つきみたいなやつでしょ。奥に光ってる人。奥に光る、怖い。誰がいるの？何が見えてるの？
っと待って、これは話が変わってくる。待って、明日の日程ワンチャン変えるかもしれないです。ちょっと待って、これは大事な情報。明日の日程変える可能性あり。戦ってないのよ、インプラント。いや違うよ、足の幅ハナウィって言われるよ。ほらどう、ハナウィこんばんは、こんばんは。ちょっと待って、いや、うん、ちょっと明日のタイムテーブル変えるかも。いやーどうしよう、うわ、でも変えたいかも。こんばんは、こんばんは、やっほー。奥に光ってる。もう怖い、何、もう怖いから、もう何、もう何が見えてるの、みんなに。もう怖いから。白いね、そう、ホワイトニング言ってるってか、もう今言ってんだけど、言ってたから。朝は早まらんのんよ、朝は7時って決めてる。6時にしようかと思ったけど、6時なんて起きれないから。すごい前の、そうなの、まあ、こんばんは。今変なさ、髪風いっぱい。 X にもね投稿するし、ちょっともういろいろお待ちください。話が変わってきますから、普通に考えて。ちょっと一旦、イケメンが見えてる、私のことですか、イケメンってことですか、私が。うん、ありがとう全部完璧、そんなわけないじゃん。不完璧だよ、不完璧日本語合ってる、絶対合ってない。最近この顔にハマってる、私は。スノーリンさん、熊の金棒のやつありがとう。なんで、なんでって、なんでが、なんで、なんで、なに、何が、何が、不完全、不完全ピーポー。いや、ハマってる。あ、この顔、そう、この顔ハマってる。わかんない、なんかハマってる。わかんない、なんでハマってんだろうね。なんかこの顔が好きなのかもしれないほんまにいい加減にしてって感じで。目力強いでしょ、その表情。奥さんもよくやる。あ、そうなんだ、やっぱちょっとそういうところが、もうちょっとそういうところなんですかね、そういうところなんですかねそういうところなんですかね。ね、そうなんですよ、さっきもお話ししたんですけど、そうなんですよ。なんかもうね、最近こういう嫌な予感がね、もう全部当たってしまって本当に無理。吉熊さんハートありがとう。沖さんにこの顔をする、急にで、おかしいやろ普通に。目バキバキ、違う、モンスター飲んだからかも、目がバキバキなの普通に。なんかもう、なんかやばいわ、なんか見た目がやばすぎる自分の。分かり合える、急にってやったらって言って分かり合うの、どんな儀式。バキバキです、目が、目バキ女やば。27分になったらランキング読もうかな、やろう。うん、じゃあ最後にもう一回発表しとこうかな。嫌な予感ばっかするんですよ、もう。え、なんかちょっと絶対発表しないけど、嫌な予感してるんですよ、まだしてるんですよ、いろいろ。危ないから、ああ、秘密にしてるでしょ。うん、ひなさん見てきた、なんとかいいので、また後で来る。あ、なんとかいい、え、待って、え、でも後での方がいいかな。お礼書いたんですよ、お礼を書いたんですよ、私は。こんなにたくさん書いたんですけど、後での方がいい、後の方がいいよね、分かった分かり合えるかな。吉川さん豆ありがとう。そう、北沢もね、嫌な予感がしてしまうんです、最近はいろいろ本当に困ってて。絶対発表しないので大丈夫ですよ。発表したらやっぱね、言霊ってありますからね、その可能性が出てきちゃうのが本当に嫌だから、無理だから。普通じゃあ最後にもう一回、北沢いちごプロデュース公演について発表していきます。これ X に載せるね。
佐々木五プロデュース公演過去3期研究生オーバッチャーラブ修行ニューシップ法定速度と優越感始まりですね。あとでね、オッケー。北沢ね、何時にやるかというと、何時ですかね、8時半とか、あ、9時、8時半。え、もう何時がいいんかねうるさ30分の夜景ちょっとまた考えて載せますね。でユニットゾーンがこちら、じゃらん。ハート型ウイルス、渚のチリ、アボカドジャニーシー、ハートの独占権、狼とプレイ、波の表面張力です。やる人はこちらでございます。吉熊さん豆ありがとう。で MC 挟んでハイテンション、ひと夏の反抗期、思春期のアドレナリン、うん、オッケー。夢をガラス瓶の中に、僕はこの海を眺めてる、独り言で語るくらいならペダルとシャリンと来た一度チーム3期研究生推し、ファーストラビット、ユータリだった金縛り、ヘダルたちよか夢力か、これはどっちでしょうかって感じで感じです。ニューポンとリアチュー出られへんや、どういうこと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 載せますので、あの X をチェックしてください。こんばんは、こんばんは。そう、これ載せますね。今日のさ、1億人にバズるの投稿さ、節分にするかさ、節分がいいよね、節分にします。みんなに曲げを、曲げつける動画を撮るので任せてください。いちごパートないです、普通に。あなたは今日でいちごを欲しい、ほら、ちいみなな。8時からどういうことどういうこと ?8 時からは北沢のショールームが、え、どういうことどういうことどういうこと、え、聞く聞く、任せて。あ、やばい、今28分しかないから、もう本当にランキング読みますから。15位が君空さん、14位がピロッピさん、13位レディースガガさん、12位長崎県民アットマークエリさん、11位ミヤティさん、10位豊中のヒロさん、9位イケピスさん、8位スノーリンさん、7位アツシさん、6位時すでにお寿司さん、5位ナチャマコさん、4位ヨシクマさん、3位マッツンさん、2位リキヌさん、1位マリモさん、ありがとうございます。次はね、何時かね、9時、9時、8時、らへん、でも30分だけなので、また来しましょうという感じで、ちょっと X をね、とりま投稿してから前戻ります。また投稿時間も言うので来てください。ありがとう、バイバイ